く死ねない身だからな。行こう。一気に畳む。ユールが喜ぶと思うのか。それはどのユールのことだ。私は幾人ものユールを見守ってきた。魂は同じでも一人一人異なっていた。旅を望んだユールがいた。歌を愛したユールがいた。花をめでたユールがいた。みんな死んだよ、私の目の前で。それでもユールは生まれ変わってあんたの元に帰ってきた。俺は一人のユールしか知らない。だけど分かった。泣かないで、また会えるから。最後の瞬間笑っていた。あいつ信じてたんだ。生まれ変わってまた会えるって。考えろカイアス、巫女が生まれ変わるのはエトロの呪いなのか、ユールは本当に転生を望んでなかったのか。そうじゃない、転生はユールの意志だ。あいつは息を引き取るたびに自分の意志で帰ってきたんだ。次の命も長くはないと分かっていても、それでもただあんたに会いたくて何度も生まれ変わったんだ。綺麗事をほざくな。どうして信じないんだ。希望はお前たちが守ってくれ。お姉ちゃん、
ユールの転生は私のせいだと言っていたな。ならば私が死ねばユールは宿命から解き放たれる。殺せ。君だけが呪われた永遠を断ち切れる。たとえユールのためでもあんたを殺す気はない。ライトニングは敗北した。葬ったのはこの私だ。それでも許す。成仏だ。バルハラでは時は正しく流れない。この戦いが始まる前に彼女は私に敗れ永遠の眠りについた。君たちにとってこれから起きることは私にとってすでに起きたことだ。私は全ての結末を知っている。だったら無駄だってわかるだろう。いくら挑発したって俺はあんたを殺さない。そう、君は人を殺せない。滅びの世界に生まれた君は命の重みを知りすぎている。だが君は私を殺す。私が死ねばユールは宿命から解き放たれる。あんたの思い通りにはならない。見事だ。時を変える者は誰が血を流すかを選ばねばならない。君の追う罪こそ永遠のパラドクス。自分がここで最後を迎えれば、ここユールの転生も終わるって気づいたんだ。こうすればバルハラに召された巫女たちは生まれ変わらなくてもカイアスの魂と会えるから。最後はノエルの言葉を信じたんだね。ここはあらゆる可能性が生まれる世界だ。だけど可能性しかない。死もない代わりに本物の生もない。時の巫女たちはここに帰るたび生まれ変わって生きることを選んだ。偽りの永遠よりも限りある生を。ここ、うん、なのにカイアスは生よりも終わらない夢を。ここで巫女たちの魂を見守る結末を選んだ。でも俺は違う。俺は俺のユールを見つけ出す。永遠なんていらない。ただユールと同じ未来を生きたい。うん、始めよう新しい未来を。ああ、誰も犠牲にしたくなかった。俺の知ってるユール。
俺の知らないユール、俺の知らない誰か。ユールに優しかったあんたも。が戻ったの？クポ？セラ、なんともないか？時が変わって何か見えたとか、苦しいとかないよな？大丈夫みたい。安心。じゃあライトニングを探すか。うん。気配はないクポ。まさか本当にカイアスに？負けたなんて嘘さ。時が戻ったから元の世界に帰ったんだ。きっとみんなと一緒にセラを待ってる。パラドクスが消えたからゲートはもうすぐ閉じる。俺たちも急いで戻ろう。うん。 AF500 年のゲート、私たちが帰る未来はあの時代なんだね。お姉ちゃんもあそこに。ライトニングが守ろうとした未来、そこから新しい時代が始まるんだ。バニラとファングは？みんなで迎えよう。あの時代ならオープンもいる。ゲートがみんな消えて帰れなくなっても、あの時代なら真新しいコクーンを眺めて暮らせる。スノーも待ってるクポ？どうかな。ライトニング次第かもな。うん。